新幹線来ました。ここは栗駒高原駅のすぐそば、街並みのことは今日三和電鉄さんにやってきたよ。ビューン、佐藤社長おはようございます。おはようございます。今日は街並み5月号に掲載されている三和電鉄さんの求人のお話を教えてもらいます。社長よろしくお願いします。社長硬いっすよ、硬いっすよ。いや、あの見ている皆さんにちょっと手を振る感じでよろしくお願いします。はい、街並み5月号、これワイルドスピードの表紙ね、ビンディーゼルとかミシェル・ロドリゲス可愛い載ってますけども、17ページ、皆さん見てますか？17ページに求人コーナー、はい、佐藤社長の三和電鉄さん求人を募集されています。はい、社長ちょっと教えてほしいんですが、はい、はい、三和電鉄さんの会社の歴史は何年くらいになるんですか？創業してですね、はい、72年です。72年、今年の秋で73年になります。はい、じゃあもう歴史のある会社さんで、電気の関連の会社さんなんですか？ね、最初は電気製品ね、扱ってたようですけども、はい、内線とか水道工事もやってましたけど、はい、ほとんど最近は株式にしてからはですね、はい、東北電力さんの方がメインで、はい、仕事をやってますね。うんうんうん、じゃあ、電柱のこう高いところに作業車で登っているようなイメージ、まあ、そういうこともありますし、はい、あと低いところでもやりますし要は電気屋さんが電気工事して建物を作って、はいはい、そこに受電の設備あるんですけど、はい、そこから電力さんが供給する場合は、はい、我々がそこも仕事はやるんです。なるほど、なるほど。ですから内線、まあ、通常建物の中は内線工事です、はいはい、内線さんとはまた別、なるほど、なるほど。あくまでエネルギーの供給と、はい、供給側なんですね、はい、こういうお仕事って資格がないとできないから俺無理かななんて思ってたんですが、ここに書いてあるんですよ、社長、資格を目指す方も OK。 そうです、そうです、はい、まずやる気がある方、はい、それからものづくりにね、うん、に頑張りたいという方を中心に、はい、全然資格なくてもですね、はい、当社はもう全て学校に研修に行かせて、はい、それからいろいろ資格全て取っていただきますので、全然心配ございません。働きながら資格に挑戦ができる制度があるということですね。そうです、はいはい、また新幹線通ってた、新幹線ビューンちょっと落として、はい、これって新幹線で通勤できるっていうことですね。そうです、仙台から21分はい、一ノ関まで8分、うん、新幹線通勤で仙台から来るよっていう人いたら交通費 OK ですか？うん、そこら辺はちょっとそれよりはやっぱりこっちはアパート準備しますので泊まってもらったらいい。そうですね、ねこっちね、仙台の方食べ物も美味しいし環境いいから、ね、こちらお酒も美味しいし ね、こちら社宅に引っ越してください。はい、はいはい、それではですね、社長ね、ここでこういう未経験でも面倒を見てもらえるよっていう、ことですし、経験者はもちろんその経験を生かして、もう当然そうです ね、はい、給料高いですか？そう、高い。いや、びっくりされると思います。あまりこういうこと言うとまずいんですが、はい、ちょっとお前のとこ出しすぎだって、周りからブーブー言われてるんです。あら、じゃあ、社長ってそういう現場の社員思いな制度で、いや、要はやっぱりね、それだけの技術を持ってる人には、はい、それだけのね、はい、あるいは報酬をしないとね。そうですよね、俺はやっぱりね、うんうん、ものづくりですからね、はい、やっぱり職人の、腕にねかかっているという仕事ですからね、 そこのところちゃんと面倒を見てくれる佐藤社長です、ね、で佐藤社長を郷さんとお呼びしていいんですか？小学校入ってからですね、はい、ずっともう今まで、はい、まあ、ここにいなかったんですけど、他のところにずっと日本全国飛んで回ってたんですけどね、はい、まともに正式に
強しと呼ばれたことは一度もなくて、いつもこうです。ゴーと書いて、強しと呼ぶんですか。本当はね、だから分かる。英語で英語に訳すと佐藤を、はい、シュンガーストロングです。そうですね、ストロングですね。ストロングです。社長、あの経歴お伺いしてびっくりしたんですが、はい、大林組さん、はい、そうですね。所長さんをお勤めなられてからこちらなんですね。はい、そうです。はい。いやだったらやっぱ建築土木、はい、力入れますね。まあですが、第一はベースは電気ですので、うん、電気をベースに、はい、なぜかっていうと建築土木っていうと、はい、電気の場合は電柱それからいろんな設備がありますけど、それは一体でやれるということは、あの土木の建築技術もあれば得なわけですよね。うん、そうですね。建物にね、電を引き込む場合に、はい、その建物のにあのエネルギーを引き込むための設備、はい、これは建築屋さんが作りますので、はい、うちはそれをやれば両方全部できる、両方できちゃう三和さんだということなんですね。そういうことですね。はい、じゃあ佐藤剛社長が来てからそういった一貫体制が、強化されてきている。後藤もっとさあって電気とか詳しい話ちゃんと聞けよってね、思っている視聴者の人もいると思うんで、あの市場 YouTube ってコメントっていうのをこう書けるんですよ、はい、質問とかですね、そこにちょっとそう書き込んでもらったら、私またその質問を佐藤社長教えてくださいって言って、またねそれにこう Q&A 答えてもらうような制度もやっていきたいなと思いますんで、ぜひ専門的な質問ある場合にはコメント欄どんどん活用してください。実はまあ今度現場の方がここの会社にいらっしゃるときに、あの作業車とか、はい、そういうものもね私見せてもらいたいなと思いますので、はいはい、登場いただけるベテランスタッフさん、ね、あの今度撮影したいななんて思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、あとは私の希望だとやっぱり吉田さんかな。もうなかなかのベテランですよ本当に。あの、ね、吉田さんが、うん、みんなのね、マドンナ、まとめマドンナ、そうです。こう言って、はい、はい、吉田さんもうね、今度出演決定ですから。それはパチ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 。はい、ということで第1回こんな感じにしたいと思うんですけども、先ほども申し上げました通り、質問がありましたらぜひ YouTube のコメント欄でお寄せください。私がその質問を佐藤剛社長に聞きに来ます。はい。あとはですね、はい、そのこの画面をお借りして、はい、私あの一応仙台2校のですね、はい、あの富栗原南さんが県北の事務局の事務局長やってるんで、またあの名簿に漏れてる方何かいると思うんですけどね、もしいらしたら、あ、いいですね、ぜひ お知らせコーナー、はい、そうだ私も言うの忘れてました、佐藤社長は仙台2校 OB 会の、そうです、栗原とめ南三陸気仙沼までの支部長さんですね。はい、あ、支部の事務局ですね。支部事務局長さん、はい、はい、ということで、お世話役をですねしていただいている佐藤社長なので、2校 OB に限らず若い社員みんな面倒見てくれると思いますので、どんどん面倒見ます。はい、面倒見は得意ですから、はい、ということを私言いたかったんです。夜も昼も、はい、夜も昼も、はい、夜はくっと、あ、こちらもですね、はい、はい、それではですね、また次の動画を皆さんお楽しみにしていただいて、今日はここまでにしたいと思います。佐藤社長、見ているみんなにですね、また見ろよみたいな感じで手を振りながら終わりしたいと思います。また楽しみにしててくださいよ。はい、今度はもっと面白いよ、また見てねプラットホーム水色に挨拶おかえりなさいと小さく揺れる影を踏む